道後温泉本観測というとは、温泉街に存在する宿泊施設を伴わない公衆浴場、日帰り入浴施設のこと、宇宙に対する対義語である、源泉開発の技術が乏しかった時代、温泉は自然有出源泉に限られていた。輸量が限られていたことや、温泉は皆の共有財産で誰かの占有物ではないという考えから、湯船は、 源泉が流出する場所に共同の浴場として整備され、旅館はその周辺に建てられた。宿泊客は温泉に浸かる際には、旅館の外にある共同浴場に通っていた。明治時代、大分県の別府温泉では、源泉開発に、かずさ掘りの技術が応用された湯月が盛んになり、各旅館が独自の源泉を持つようになる。このような源泉開発は、次第に、 全国各地に普及し、その際に、旅館独自の湯と旅館の外の湯ということで、内湯、外湯という区分が生じた。源泉の意から、元湯と呼ぶ温泉もある。古くからの湯治場は、港湯に通う形態であったが、今日では、田原山温泉、温東温泉、木の先温泉、など一部に残るのみである。外湯の多くは、地元の人が管理している、共同浴場であったが、 今日では休息施設を併設した日帰り入浴施設も多く存在する。源泉の数、流出量が豊富な温泉地、温泉街では温泉を利用した浴場が多数存在する。異なる源泉、異なる浴場を巡ることが温泉地の楽しみの一つとなっている。以下の温泉地は外湯巡りを温泉街の名物としている。ありがとうございます。